はい、皆さんどうもこんにちは、シーラテクノロジーズグループ CEO の杉本博之と申します。本日はご参集賜りまして誠にありがとうございます。短い時間ではございますが精一杯ご説明させていただきたいと存じますので、どうぞしばしのお時間お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。まずこちらにいます通り、私ども米国のナスダック市場において上場させていただいております。創業者そして不動産企業として日本初ということで、これ日本では買えないんじゃないかというふうにおっしゃっていらっしゃる方もいらっしゃるんですが、実はあの楽天証券様、マネックス証券様、SBI 証券様で、購入することができますので、どうぞよろしくお願いいたします。でまず当社のビジネスモデルなんですが、簡単に申し上げますと、不動産デベロッパーと不動産クラウドファンディング事業となっております。不動産クラウドファンディング事業とは何ぞやと言いますと、こちらインターネット市場でお金を集めてきて、でそして不動産に投資をします。まあ、このお金を集めてくるところが銀行ではなく、インターネット市場から不特定多数の皆様からエクイティでお金を集めて、で不動産に投資をしていくということですね。これはの開発をやったものをですね、シーラに不動産クラウドファンディングで開発ファンドですよって集めたお金で開発をしてシーラに下ろして、でそれをシーラが販売していくということであったり、まあ、逆パターンなんですね。我々が、銀行さんから借り入れをして開発をした物件を利回り分に納めて、まあ、不動産クラウドファンディングで保有をしていく、まあ、こんなパターンですね。多種多様にございます。一口1万円から投資できますので、まあ、みんなでリスク分散をして投資をする、まあ、これをインターネット上でお金を集めていく、これが不動産クラウドファンディングの説明となります。で業績でございますが、当社166億220億今期は247億から267億と現時で発表させていただいております。利益も6億8000、7億8000、まあ、8億5000ということで、順調にまあ、インターネット分野においてですね、プロップテックですね、不動産テック分野において、かなり投資をさせていただきながらも、しっかりとこの順調にですね、本業の方で利益を出し続けております。そしてまた我々テック分野だけに限らずですね、まあ、不動産デベロッパー部門においても、まあ、しっかりとこの足元の業績ということをやっておりまして、保有資産が100億円を超えてですね、まあ、今家賃収入ですね、これAPBM と出ておりますけれども、ファンドを管理するアセットマネジメントと賃貸管理、建物管理、それから家賃収入を合わせてですね、17億円という収入になっておりますので、これがまあ我々の岩盤収益ですね。まあ、普通デベロッパーというと毎期毎期またゼロから作って売って買って売ってということをやっていくわけですが、まあ、我々は家賃収入というのがこう土台にございますので、まあ、これ無理な経営判断をする必要性がない。だからこそこのクラウドファンディング分野においてもですね、圧倒的な投資を行ってまいりまして、まあ、将来性がある事業だということで、2年半前から投資を続けてですね、まあ、今や、来期はですね、100億を超えるファンドになってくると考えておりますが、ここがまあ非常に当社がしっかりと投資を続けることができた要因だと思っております。保有物件もですね、都心部が主になっておりますけれども、まあ、家賃収入単体だけでも6億を超えまして、保有キャップレートは 6.5% ですけれども、まあ、皆様ご存知の通りですね、社会説法ではございますが、まあ、今こういったインフレの状況下で、マーケット環境も非常に素晴らしいですし、グローバルインベスターも円安ということでですね、我々ナスダック市場で上場させていただいて、まあ、米国の投資家の皆様とお話をする機会が本当に増えたんですが、まあ、円安もうこの環境下で半額で買ってる感覚だということでですね、まあ、今回も世界最大の資産運用会社であります、ブラックロックグループ様とですね、業務提携をさせていただきました。当社の保有資産の売却及び不動産開発を共同で行っていくという内容でございますが、とにかくこのブラックロックグループ様も4000億買わなきゃいけないと、この4年で。とにかく力を貸してくれということを言っていただいてですね、まあ、我々に白羽の矢を立てていただきました。まあ、これからですね、いろんな分野において、業務提携の効果が出てくると思いますが、発表もですね、来年にかけて、皆様にお喜びいただける発表ができるんではないかなというふうに思っております。
それから少し、掘り下げてですね、まあ、当社が今、メイン事業として注力しております不動産クラウドファンディングについてご説明させていただきますと、冒頭申し上げた通りですね、かなりの投資を我々この分野においてやってまいりました。まずはマーケティングだということで、会員数ここに重点を置いてですね、2年半やり続けてまいりまして、おかげさまで日本国内ではナンバーワンの会員数ということで、世界で見てもですね、現在3番手につけております。実はリアリティモグルさんとは協業も含めてですね、CEO、CFO、CIO ともお会いしてお話をさせていただいている中でございまして、世界ナンバーを目指して頑張っているという状況でございます。それから不動産クラウドファンディング市場、こちらの毎年ですね 2.5 倍以上のペースでこの4年間伸び続けております。これだけの市場というのは日本国内でなかなかないんですね。でこのペースで伸び続けていて かなり加速をしてきておりますので、2030年には1兆5000億になるという予想も出ておりますが、このペースでいくとですね、2.5 倍のペースで成長し続けると、おそらくその近似値に行くのではないかと考えております。それから改めて不動産クラウドファンディングのビジネスモデル、簡単に申し上げますと、不動産オーナーがインターネット上でお金を集めたい、この銀行さんが貸してくれなかったものがあったりとか、あるいはですね、可及的速やかに調達をしたいとかですね、あるいは我々がバランスシートだとちょっとこれ以上借り入れをするのはバランスシートを痛めてしまう、そういう場合に不動産クラウドファンディングでお金を集めて、バランスシート外ですね、オフバランスをしてお金を集めて、で投資家の皆様はそこに投資をしていただいて、入っているそのビルとかですね、マンションの家賃収入をみんなで分配して受け取っていくという形になります。ファンドの終了はですね、まちまちで1年のものであったり、10年のものでありましたり、20年というものもございます。最終的には売却をしたり、またもう一回リファンディングをしていくという形でエグジットを迎えていくという形になります。インターネット上で一口1万円で気軽にお投資ができる、これが非常に受けてですね、今倍々で成長している分野であるということになります。で、ファンドのパターンとしてはですね、主には3つ私どもございまして、アンバサダー地域創生型ということで、後ほどご説明いたしますが、我々のプロジェクトで代表するファンドになりました、ロケットファンド、ホリエモンですね、ホリエさんと一緒に作った北海道大樹町のロケット工場というファンドがございまして、こちらはですね、まさしく大樹町様にも補助金をいただきながらですね、地域創生も兼ねて行いましたが、おかげさまで7億という募集総額に対して9億の申し込みをいただいて、3つのロケット工場を作らせていただきました。あるいは不動産売買型ということで、こちら側ですね、本当に都心のもうゴリゴリの不動産をやっております。麻布台パークハウスという物件がありまして、これ中国人の方がキャッシュで売却したいということで、今回すぐにファンドを組成して買い付けをさせていただきましたが、もうすでにですね、1億を超えるところで買い付けが入っておりまして、これ不動産クラウドファンディングでお金を集めて物件を買って、で買った物件を売りに出し、その売りに出した物件が1億以上の利益が出る形で買い付けが入ったということになります。こういった都心の不動産、あるいはホテル事業者様ともですね、連携して、通常ホテルを簡易券買うとなるとただ使うだけなんですけれども、ここに我々の場合は使わない間は貸しに出すという形で、ホテルの簡易券が利回りが回ります。こんな売り方をしています。これが不動産クラウドファンディングの醍醐味ではないかなというふうに思っておりますが、私も代表する3つのファンドとなります。でそれから我々なぜ圧倒的な会員数国内ナンバーワンになれたかというとですね、楽天グループ様とも資本業務提携をさせていただきました。で楽天グループ様のお客様はですね、楽天 ID コネクトということで ID 連携しましたので、ほぼ入力がですね、大体資産にクリックして、あとはもう一個ボタンを押すぐらいですね、本当に30秒ぐらいで最短で登録ができます。ユーザビリティが圧倒的に向上している。さらに、アプリをアップデートしてリリースさせていただきまして、マイナンバーカードの IC チップをかざしていただくとですね、大体1分ぐらいで登録が最短完了しますので、本当にこのユーザビリティですね、お客様が投資をしたいと思った時にですね、すぐに始められる、これが非常にこのユーザビリティにおいて重要だと考えています。
また楽天ポイントで投資ができるようになりましたので、まあ、厳密には楽天ポイントを利回り分コインというものに変換して、そのまま不動産クラウドファンディングで投資ができるということで、まあ、楽天のお客様にとってはですね、非常にまあ便利なユーザビリティがたくさんございます。これあの私が楽天の三木谷さんにですね、資本業務提携をさせていただくときにお話をしたのは、楽天のユーザー国内に7800万人いらっしゃいますが、このうちの 1.5%、まあ、大体 1.5% にあたる100万人のお客様が不動産投資に興味を持っていらっしゃるはずだと。この売上を楽天グループは逃している。これを我々に、これをユーザビリティ、まあ、これをこういうことをやるのでコンバージョンさせてくれないかと、我々がマーケティングさせてくれないかと、ただ でコンバージョンしたお客様にじゃあ何が楽天グループのメリットかというと、とにかく楽天ポイントですね、我々のお客様になっていただいたら毎日ログインするだけで楽天ポイントつけます。楽天くじ1週間に1回くじが回ってきて100ポイント当たったり500ポイント当たったり、誕生日は100ポイント、我々で例えば不動産商品買っていただくと10万ポイント、まあ、いろんな特典をつけてお客様を、まあ、楽天ポイントで、まあ、ザクザク貯まるという言い方を我々してるんですが、楽しませて、楽しませるということがまあ一番第一義的に、まあ、こんな取り組みをさせていただいてますので、楽天さんからもう毎日お客様とコンバージョンしてくるという状況になっております。これ当初目論んでいたですね、取り組みがですね、想定以上に推移をしておりまして、まあ、この白抜きのちょっと見づらいんですけれども数字 5.7、19.0、62.7、このグラフに書いてあるのが当初の、まあ想定をしていたものですけれども、まあ、これをもう大幅に上回る成長をさせていただいております。まあ、8万人、23万人、27万8千人とちょっとここに来てですね、急激な成長したもんですけど、まあ、一気に楽天銀行さんとか楽天証券さんとか楽天市場でどんどん広告を出してうわっとやったもんですから、うわっとこう一気にコンバージョンしてくれたんですけれども、まあ、そのマーケティングに関してはですね、その時折を見て、我々も会員を獲得しすぎても逆に今プロジェクトが出せないという逆の状況に陥ってしまっておりまして、顧客のダムを貯めて、またプロジェクトが用意できたらまた楽天さんとのマーケティングをやっていく、まあ、こんな形でやっていこうということで、まあ、GMV ですね、流通総額も順調に推移しておりますし、お客様数もですね、まあ、国内ナンバーワンがですね、我々の想定以上に、まあ、2025年前後を目指して頑張ろうと言ってたんですが、まあ、やっぱり楽天グループのお客様は強烈だなと思っておりますけれども、無事にまあ我々このような成長を遂げることができたということでございます。でそれから不動産クラウドファンディングだけではなくて、我々不動産デベロッパー事業を持っております。これが一つの我々の強みになっていると考えておりますが、デベロッパーとして我々仕入れ、まあ、それから仕入れた土地を建てるために設計してデザインをして、そしてそれを建築をして、そして販売をして、それを管理する、お部屋の中も建物管理もその後の大規模修繕の工事も、これを一気通貫で全て社内で内製化してやっております。でこれが、大体まあ従来のスキームであればですね、ただのデベロッパーであれば企画だけですから、仕入れでまず仲介手数料 3% 取られます。設計デザインしたらこれ設計事務所デザイン事務所に 3% 取られます。建築ゼネコンに 10% 取られます。これ販売で販売代理手数料 3% 取られます。管理会社これ 4% 建物管理賃貸管理取られます。これを我々内製化しているということがですね、今、まあ、この状況の中でも非常に堅調に、しっかりとですね、増収増益を保ち続けているということが我々の強みになっております。この我々が建築している商品ですが、主には、単身者向けのマンション、都心部における、単身者マンションに強みを持っております。シーホルムシリーズという名前で、おかげさまでですね、10年で65棟が竣工いたしまして、まあ、平均入居率が 99.5% ということで、毎週更新会議というのをやってるんですが、まあ、非常にものづくりにこだわってデザイン性にこだわって作ってきた結果ですね、中古物件がですね、10年経っても 3% 以上家賃が上がっていくと、まあ、この、タイミング、もちろんそのインフレというタイミングもございますけれども、まあ、しっかりと毎年毎年ですね、分譲した後に賃料が上がっていくという物件になっております。このようなデザインの物件ですね、単身者向け、ワンルームマンションとしてはですね、まあ、日本最高峰のグレードのものを作っていると自負をしております。それから直近で発表させていただきましたが、リベレステというですね、日本の上場企業、スタンダード上場企業ですね、株式を、
大量取得させていただきまして、まあ、いわばまあ M&A という形になりますけれども、こちらの我々の意図としては、まあ、純資産115億ございまして、まあ、キャッシュ、そしてキャッシュ同等物、キャッシュで買っている不動産を合わせて100億以上ございます。それがまあ、PBR0.7 倍ぐらいで売られていましたので、まあ、ちょっとごたごたがあったんですけれども、創業オーナー家から、まあ、我々に会社を託すということで、株式を、売却をしていただきましたので、まあ、協業をしながらですね、業務を拡大していきたいと考えています。エリアも被っておりませんし、埼玉エリア先方はですね、それからファミリーマンションの分譲事業を主に手掛けていらっしゃる。でそしてまた建築事業をこれもまたメイン事業の一つとして展開されているということで、多岐にわたってシナジー効果があると考えております。それから、またイエティというですね、オンライン賃貸仲介事業を展開する会社も、事業譲渡を受けました。こちらに関しましては、インターネット上で賃貸のお客様を募って、無店舗でですね、アプリの中で物件をですね、AR、VR などを駆使して物件を紹介して、お客様が賃貸を決めたいと。もう契約のところまで人が出てきません。マーケティング等まで全てこのアプリ内でインターネットで完結をさせる。で、店舗を持たずに無店舗でオンライン賃貸仲介を行っていく。これがですね、まあ我々の事業と非常にシナジーがございまして、これまで我々物件を建てて完成するとですね、賃貸マンション投資用の不動産を売っておりますので、だいたい賃貸仲介業者様に年間7000万ぐらいのAD 広告費払ってたんですけれども、この広告費が削減できる。もうこれだけで我々良かったんですけれども、まあ、他にもお客様の生の声、賃貸の営業マンが20名おりますので、このお客様から生の声を拾ってきて、またこれも開発に活かせる。で、賃貸の稼働率も上がっていくということで、まあ、すでに黒字化が12月から目処が立っておりましてですね、非常に取得して、早速シナジー効果を発揮している事業となっております。それから本日発表させていただいたんですが、ブラックロックグループですね、世界最大の資産運用会社との業務提携をさせていただきました。主には当社が保有する物件をですね、ファーストルック券、まずはブラックロックグループと協議をする、そして販売をしていく、それから共同開発、こちらも行っていくという内容になります。まあ、我々のレジデンスのクオリティをですね、よく見ていただいて、半年弱ですね、協業に向けての話し合いを続けてまいりましたが、まあ、非常にこの我々のアセットのレベルの高さをですね、お認めいただいて、本日の発表となりました。それから最後にですね、不動産市場の環境というものを簡単にお話しさせていただきたいと思いますが、もうこれも釈迦に説法ですが、史上最低水準の政策金利、まあ、それに伴う円安、そしてコアコアの CPI で見ますと 3.7% ということで、すでにアメリカを超えたということで、まあ、市場環境としてはですね、非常に世界でも注目されている市場になります。まあ、特に我々海外 IR が多くなりましたけれども、まあ、本当に欧米の市場の機関投資家の皆様は、まあ、本当に、レギュレーションさえ、まあ、なんとかその違法建築でなければ何でも買ってこいという指令を出しているファンドさんもありますので、まあ、かなりこの2年間をですね、日本の不動産市場にとって黄金の2年間になるのではないかというようなことをおっしゃること方もいらっしゃいます。それからもう一つは賃金が上がり始めたということで、まあ、これも社会性っぽいになりますが、まあ、来年度春闘においては 5% という政府の要望も出ておりますが、とにかくこの賃上げも行われ、家賃も上がり始めていると、まあ、それに伴って投資用不動産の当然ですけれども価格も上昇している。さまざまな条件がですね、今、揃ってきているということが、まあ、言えるんではないかなというふうに思っております。それからこれも一つ大きい要因がですね、人口、これ日本全体では減っておりますが、これ実は特部においてはですね、1400万人を超えたということで、今年もですね、7月までの統計データですでに東京都6万人人口が増えております。コロナの反動もありますけれども、各地方都市の中心部においても実は人口が増えている地域というのは多いです。で、我々はその人口が増えている都市部において投資をしていくということを決めております。今後も20年30年と継続的に人口が増える地域にのみ投資を続けていくということを、これも仕入れのですね、レギュレーションとして取り決めをしております。今後もですね、
この、まあ、我々も今実は日本不動産クラウドファンディング協会というのを立ち上げてですね、自主規制ルールというのを作って、でそして、まあ、国交省様それから、金融庁様と一緒にですね、市場、ルールの整備というものを行っております。14日にはですね、議員連盟の、議員の皆様が20名ほど集まっていただいてですね、衆議院会館でまた記者会見を行わせていただくんですが、とにかくですね、ここでも申し上げているのが、地方創生をやるにしても都市部でしかできないと。残念ながらですね、このコンパクトシティ化構想というのを、これ政府も推し進めてきたものを、これをいち早くさらに法制化して進めていくべきだ。それをですね、不動産クラウドファンディングにおいてお金を集めてですね、例えば都市部においての市営住宅とかですね、あるいはこの赤字を垂れ流している公共施設ですね、音楽ホールとかですね、区民センターとか廃校とかですね、まさしく申し上げた市営住宅とか、これ僕も各自治体の首長様、国交省様、さまざまなお役所の皆様とお話をさせて驚いたんですが、もう公共施設の 90% 以上がもし民間に払い下げたとしたら赤字になると。もうこれがまあ一番のこの我々がですね、このプライマリーバランスが大きな赤字を未だに出し続けている、国債を発行せざるを得ない、これ一つの要因じゃないですかと。これを是正するためにできるだけ多くの公共施設を民間に払い下げて、でそして我々がこの払い下げを受けた民間の施設を国の一部援助を受けて、それを国民のお金でインターネット上で集めて国民のお金で再生していきましょう、まあ、ふるさと納税ならぬふるさと投資、こっちに舵を切った方がいいんじゃないか、まあ、こんな話をですね、国交省様ともお話をさせていただいて、まあ、今回これも推奨していくと。もともと国交省様が不動産クラウドファンディングを非常に強烈に推奨していって法整備が進んでいったんですが、これは地方創生、インターネット上でお金を集めて地方分散投資を実現していくということが根底にありましたので、まあ、こちらもですね、我々特部においての、また都心部、地方都市においても都心部においての投資を促していく、まあ、これも国益に資する事業になっていくんではないかと考えております。それからまたもう一つはですね、これも社会説法ですが、2043兆円あるうち1072兆円、この 55% ですね、預金をしているという民族ですから、皆様は全く違う形で投資をされているからこちらにお集まりいただいていると推察いたしますが、アメリカの投資家からこんなことを言われました。この20年間の間に、国民が持つ金融資産が3倍から14倍に格差が広がったと。アメリカ国民と日本国民の間にです。20年の間に14倍の格差が広がった。これは日本国民がアホだからと。 0.001% で 55% もの資金を運用するって、これはもう当然ですけれども、利益出せるわけないよね。アメリカ国民は 16% しか預金で運用しない。もう大半を株式であったり債券であったり不動産であったり多種多様なものに、アセットに投資をしていく。もうこれはマインド、日本国民のマインドを変えていかなければいけない、まあ、こんな話をされてましたけれども、まあ、まさしくですね、岸田政権が推し進めております貯蓄から投資へというこの流れがですね、まあ、徐々にこの意識としても変わってきておりますし、さまざまな規制緩和も行っておりますし、徐々に動き始めて、まあ、この 5% が動くだけでも、まあ、100兆円ですから、まあ、大きな資金が動いていくんではないかというふうに想像しております。それから最後にでございますが、私どもこの13年間ですね、おかげさまで2016年12月期の決算変更期を除きますとですね、13年連続の増収という形で安定的に成長を遂げております。それからこれ直近でですね、米国の IR 会社であるグローバル IR 社から出たレポートから、入り口のキャップレートですね、仕入れのキャップレートから出口のキャップレート利回りを逆算してですね、100億円以上の含み益があるという試算が出ておりますけど、まあ、もうちょっとあるんじゃないかなと私も思っておりますけれども、まあ、今エグジットをしているですね、平準化したデータでいきますと、まあ、これぐらいの含み益があると、まあ、これ我々13年間積み上げてきたアセットもありますので、まあ、13年前に取得をして、まだ売却をしてないという不動産などもございます。これまでは上場しようというふうに考えておりませんでしたので、無理に不動産を売却する必要性がなかったです。で、またこれまでの経験値からですね、やはりマーケットっていうのは非常に大きく不動産
左右されます。金融環境にも左右されますし、景気にも左右されますので、まあ、とにかく安定的に先ほど申し上げた岩盤収益ですね、何もしなくても入ってくる収入というのをしっかりと積み上げていって、まあ、その上でですね、この投資をしていく、これをギャンブルができるという体制を作ろうということで我々やってまいりましたので、まあ、ここはまあかなりの含み益が積み上がっていると、まあ、先ほどお伝えしましたリベレステ社もですね、実はまあ創業から50年以上経っておりますので、まあ、その点もですね、かなり不動産において含み益がございますので、まあ、こうしたこのアセットを活用して、まあ、まさしく我々金利上昇局面においてはバランスシートが勝つ時代になると思っておりますので、まあ、今までのサーステック、このような成長株よりもですね、我々のようなしっかりとしたバランスシートがあった上で成長している会社というのが必ず評価される、そんなマーケットではないかなと考えております。それからこれ数値にしましたが、まあ、配当成功に関しましてこれ発表もさせていただいております。前期から140円に倍増させていただきましたが、配当成功 30% を中長期の目標とさせていただき、配当増配をし続けます。それから社員持ち株会この度設立をしまして、社員に向けて奨励金を 20% 出すと、まあ、これも我々の経営のですね、教授としてやはりまずは社員とお客様に幸せになっていただく、これが実現できれば株主の皆さんも必ず幸せになる、だからこそまずはこの業績であり、社員とお客様ということで、この社員向けにですね、この社員持ち株会奨励金 20%、まあ、これもちょっと異例の数字でしたので、いろんなご意見は賜りましたが、まあ、私としては信念を持って、社員にいい価格で買ってもらって自分自身がステークホルダーになればですね、よりこの会社の経営に対して興味を持ってくれますし、より売上利益を出して、その中から自分が持っている株から配当をもらう、これはもう非常にステークホルダーになっていただくことが正しいんじゃないかと私は考えております。それからまあ PBR の水準としてもですね、先日の株価でいきますと、今期発表ベースでいくともう1倍割れそうになってしまってですね、ちょっとご迷惑をおかけしましたが、ブラックロックさんの発表があって株価もですね、だいぶ上がってまいりましたけれども、まあ、我々としてはですね、まあ、自信を持ってですね、まあ、業績のサスティナビリティ、この継続的にしっかりと足元 10% から 15% 無理せず成長をしっかりとし続ける、まあ、これが非常に重要だと思っておりますので、ここは、達成可能な目標ではないかなと考えております。はい、はい、それでは駆け足になりましたけれども、ご清聴誠にありがとうございました。はい、次も、ご質問ありがとうございます。まず価格については昨日時点で4ドル1セントぐらいですので、為替換算すると508円ぐらいかと思います。それから、2点目のご質問についておそらくADR で持っているとドルで配当が支払われるんじゃないかというご質問かと思いますが、こちらの円に換算されて振り込まれるという形だと思います。はい、ちょっとすみません、ちょっと財務担当に一応確認をいたしますが、そのように私は認識をしております。残念ながら今随時ないという状況になっておりまして、まあ、非常に好評をいただいておりまして、今プロジェクトが追いついていない、投資家のニーズに対して全く不動産が提供できないということでお叱りを受けておりまして、毎回だいたい1分で3億円が完売したりとかですね、しちゃってるんですけれども、まあ、インターネットの強烈な破壊力を我々も感じているところなんですが、まあ、逆にプロジェクトがないことにお答えしなければということで、今鋭意頑張っておるところでございます。アセットに関して開発している物件に関してはですね、まあ、今回のブラックロックグループ様との提携もございまして、少し多様化しております。今までの単身者向けマンションの中心から、まさしくおっしゃられた今代々木でですね、90平米超えの高級マンションも建てておりますし、あるいは商業ビル、それからオフィスビルなども、手掛けさせていただいております。まあ、今後もですね、まあ、マーケットのタイミングも見ながらですね、まあ、しっかりとこのアセットの多様化というのを図っていく所存なんですが、今上場させていただいてから、まあ、資金調達もエクイティで20億円、デッドで40億円ということでですね、60億近い資金を調達させていただきました。まあ、それに伴ってまあ会社の知名度も上がりまして、非常に優秀な人材が今集まってきております。まさしくまあブラックロックのライバルというか、まあ、ブラックストーングループであったりとかですね、
シティバンクであったり、住友不動産であったり、ヤフーであったり、GE であったり、三菱商事であったりですね、非常に多種多様な、まあ、30代で、まあ、勝負をかけようというような、まあ、非常に生きのいい人材がですね、どん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 、まあ、シーラテクノロジーズで一旗あげようということで集まってきておりますので、まあ、この人材をしっかりと生かしていかなければいけないというふうに考えておりますが、まあ、そういったこともあってですね、アセットは多様化していくことができると考えております。まあ、こちら非常にシンプルに、実は我々、国内市場での上場を目指していたんですが、まあ、証券会社様とのですね、調整がちょっとうまくいかなかった。まあ、つまりマーケットキャップが最初80億でですね、まあ、調達金額が4億と言われました。我々の当時でもすでに純資産が65億ございまして、まあ、売上が160億という規模で、この4億円のエクイティを調達するために、2億円近いこのコストをかけてですね、国内市場に上場するということが、まあ、いわばですね、金利を 50% かけているのと、まあ、同等の意義も持ちますので、果たして正しいのかということを考えているときに、ナスダック市場、まあ、日本の責任者の方とのご縁がありまして、お話を伺ったところ、まあ、本気でテックをやるんであれば、米国市場ではその3倍の評価を受けられる可能性がある。で、調達金額も5倍、20億近く調達できる可能性があると、その時は言われました。まあ、私もそれを無邪気に信じてですね、すぐアメリカに飛んでナスダックの社長のもとを訪問しに行って、まあ、それができるんではないかという可能性を信じて取り組んでですね、まあ、日本市場で2億円のコストをかけて4億円の調達をするのであれば、アメリカ市場において4億円のコストをかけて20億のエクイティの調達をする、こちらにかける方が経営者としては正しい判断なのではないかと、まあ、仮説を立てて米国市場を目指したと、まあ、それがおかげさまでですね、多くの皆様に支えていただいてですね、徐々に達成することができたと思っております。ブラックロックグループ様とですね、ちょうど我々のですね、CIO 投資事業責任者がですね、ブラックストーングループから来たヌリアというですね、執行役員がおりまして、その時からまあブラックロックグループ様とお仕事もされていたということで、そのご縁からですね、今回まあ我々が保有しているアセットをファンド様に、とあるファンド様にご購入いただく可能性があるということでお話を進めていたところ、ブラックロックさんが非常に私もの物件、および私もにご興味を持っていただいているということでお話をいただいて、まあ、我々お会いして協議を半年近くですね、進めてまいりまして、とにかくブラックロックさん、4000億を投資しなければいけないという、もうお金が集まってしまったと、素晴らしい表現だなと思いましたけれども、もう大変なんだよということをおっしゃってましたけど、代表もですね、とにかくこの4000億円の開発をやっていく中で、いかにこのマーケットの中でしっかりとアセットを開発をしてくれるパートナーを選ぶかどうか、これが非常に重要だとおっしゃってまして、まあ、我々がこの14年にわたってやってきたこのものづくりの姿勢というものをご評価いただいたので、かなり、すでにまあ開発型ファンドも、すでに一つも進めているものもありますし、年明けですね、そんなに遠くない将来に、年明け発表できることがあるのではないかなと推察をしております。はい、ではもう近々そういう大きいプロジェクトのリリースというのはもう見えていると。これ言っちゃいけないかと思います。推察をそう期待をしております。ありがとうございます。はい、そうですね、ちょうど、先日東京証券取引所様に表敬訪問させていただきまして、実は当社の社外取締役に元東京証券取引所の常務取締役、まあ、審査担当だったですね、浦西さんという方がいらっしゃいますので、まあ、非常に東証の内部もよく熟知されておりますし、まあ、我々がやはりその将来に向けて日米で上場するということも重要ではないかと、またリベレステさんがですね、東証スタンダード市場において上場されておりますので、またこの2社の日米での上場企業ということの、これをどうしていくかという議論もちょっと論点もあるんですけれども、まあ、これは慎重に協議をしながら進めたいと考えておりますが、その可能性もあると、東証さんがお認めいただければですね、将来的に十分あると思っております。私も私ですね、高校卒業でございます。最終学歴は、川崎市立川崎総合科学高等学校というところを卒業しまして、その後ちょっと母が早く死んでですね、まあ、父もちょっと事業で失敗をしまして、蒸発をしてしまいまして、19歳から就職をしてですね、不動産販売会社に入りました。で、そこから頑張ってトップセールスになってですね、
2001年12月に独立をさせていただいて、Sグラントコーポレーションという会社を創業いたしました。この会社がおかげさまでうまくいきまして、4年で上場したんですが、リーマンショックがございまして、民事再生という形で村上ファンドに会社を売却してですね、我々経営陣全員責任を取って、退任をいたしまして、そこからまた会社をゼロから作って立ち上げたというのが、このシーダテクノロジーズという会社でございます。はい、このような場でございますので、非常にお伝えしづらいところもあるのがもどかしいところであるんですけれども、昨日ですね、投資家の周りをさせていただいておりまして、すでに株主いらっしゃるところに伺ったんですが、こんなことを言っていただいてすごく嬉しかったんですが、入り口に入ってきた瞬間に杉本君、五行が指してるよと言っていただきました、自信満々で今日説明したいというのがもう溢れちゃってるからもう分かるよと言ってですね、1ページ目だけ来期の業績どんな感じになりそうかって説明して、あとはもういいと言われてですね、会談が終わってしまったんですけれども、そちらの話でご理解を、私の笑顔でご理解いただければと思っております。これからも謙虚に、そして誠実にですね、過去の私失敗した経験もございますので、経営に向き合ってですね、頑張ってまいりたいと存じますので、今後ともご支援ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。はい。